でも俺はもうモコさんの優しさはもうマジでこの1年でめちゃめちゃ体感できましたよね。え、やばい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 よこれ、泣いちゃう泣いちゃう。大丈夫、なんでそんな、なんかありがとうございます。いやでもすごい、あのうわカメラマンさんいないのめっちゃはばかられるんですけどめちゃめちゃ泣いてる。いやなんか、いやでもなんかすごい楽しかったよ。楽しかったっす俺も。うん、楽しかったっす。いや待って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 、ちょっと今から最終回がまだあるから。あるし、なんなら多分あの放送尺的にもまだあの水曜日とかですよ多分。いやでも忘れないよ。いや忘れないですよ、もこさんは。だってもこさんは全部覚えてるもん、ちゃんと。いや覚えてないんだけど。いやいや覚えてるっすよ。なんか楽しかったことは覚えてる。そう、楽しかったことは覚えてる。うん、うん、じゃあ今めちゃめちゃ楽しい食べ方思いついちゃったんですけど。本当だ。焼いたカニ味噌にイカつけるとめちゃめちゃうまい。それめっちゃいいや。めっちゃうまい。いやでもなんか待って、なんかもっと早く差し伸びしたかった。それはもう笠井さんに言ってくださいよ。いやでもコロナがあったからしょうがないよ。そうっすね。あ、うん、拭くものありますけど大丈夫。え、何が涙。あ、はい。ちょっと濡れてるんですけど。ありがとうございます。いやでももうちょっと早くアルコールなんだけど。いやだから言ったじゃないですか、濡れてるって。アルコール、まあでもさ、そうだよね、そうだよね。いやでもなんかこうちょっと伊藤くんの壁を破れなかったのがちょっと悔やまれる。いや破ってる破ってる破ってるんですよ、破ってるんですよ、めっちゃ破ってますよ、めっちゃ破ってるんですよ。めっちゃ破ってる。うん、あ、じゃあ分かった、作ってないって言ったら信用する。そうなんですよ、壁作ってないんですよ別に。ただ僕心を許すと急に嘘ついたりとかするんで。だからそれが分かんないね。なんで嘘つくんだよ。なんでだよ。なんか嘘つかないでほしい。これ僕波川さんにもそうだったんですよ。え、なんでつくの。もう分かんなくなっちゃうから。波川さんのツッコミもその俺が心を許したタイミングでどういうツッコミが増えたかって、お前嘘かよ。そう、あいつもバカだから。嘘かよ。波川さんと私結構同じタイプだから分かんなくなっちゃう。うん、あ、そう。その嘘かよってなってるのが楽しすぎて。あ、そうなんだ。そうなんです。じゃあ波川さんも今だ分かんないの。波川さんもたまに話すとお前分かんねえな、分かんないよねって言ってくださることあります。何回もさ、なんかさ、波川さん分かんないですけどって言ってた。分かんない、そうだよねって言ってた。そうですね。そう、分かんないんだ。いやでも前回初めてじゃないですか、俺と波川さんが2人で話してるところにモコさんが登場したっていうのは。うん、なんかそれがなんか俺は嬉しくて。なんでパパとママ揃ったと思って。無理しなくていいと思うんだよね。無理しなくていいか、無理しない方法だ。ずっと無理し続けてきちゃったんですよ、言うなら。もうなんかそういうキャラクターになっちゃって。いやでいいよ、死ぬのやめな。あ、死ぬのやめなって言った。あの別にそんなつもりはないし、一言も死ぬとは言ってない。うん、なんならもうあの脳を移植してまで行きたいぐらいの気持ちなんですけど。やばいやばいやばい。でも今モコさんの印象的にこいつ死ぬなって思ったってこと。それしなくていいよ、いいよ。伊藤くんが楽しんでたらそれで結構いいと思うけど。え、それ無理してんの、無理してんの。あ、でも今はもう無理してないです。今は無理してないけど他の現場どうしてんの。他の現場はやっぱもうみんな楽しませなきゃって、楽しませなきゃいけないな。いやいいと思うけどな、そんな。やっぱみんながこう、え、でもさ、あいつバカだって言ってくれるようにしないと。いやでもさ、それをやったことで伊藤くんがさしんどいなと思ったらそれは逆効果だと思うよ。やばい、ママ泣いちゃうって。本当。いやいいって。お前、まあ、まあダメだよ。めっちゃいいのだから。ちなみにですけど、今モニターの前で泣いてる人が182人確認されました。そっか、私って無理してたんだと思って泣いちゃってる人が今187人になりました。そういう時点でなんか結構、うん、なんかそういう時点で結構なんかこう無理してたらそれは楽しませて、うん、楽しませられなくなっちゃう気がするな。確かにね、自分が楽しくないと、うん、やっぱお客さんも楽しくないですからね。うん、だから無理しなくていいと思う。そっか。そのなんかサービス精神がすごくあるから、うん、そうなっちゃうかもしれないけど、それがでも いいとこだとは思うんだけど、はいはいはい、でも伊藤くんが楽しんでもらいたいな私は。
俺は結局コネクトは楽しかったな。やだもうそんなこと言ったらもうよし反撃反撃反撃の刃が今モコさんの涙腺に突き刺さりましたいやめっちゃなんかYouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをここでアップしてね。もうアベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と夜遊びの全シリーズも全部見ることができますんで、みんなも一緒に夜遊びしようぜ。